皆さんこんにちは、学識サロンのマーです。この動画は普段から忙しいサラリーマンの人でも短い時間で効率的に学ぶことができるように作っています。またもし忙しくて動画を見れない人も何か作業をしながら聞き流すだけで内容を理解できるので、ぜひやってみてください。それでは早速説明していきます。今回は学歴なんて不要という話をしていきたいと思います。私自身は一浪して国公立大学に入ったんですが、今思うと就職のために大学を出ることは確かに必要なことだったと思っています。ただ社会に出てもう10年ぐらい経つんですが、時代の変化を勉強していくうちに今後学歴っていらなくなるんじゃないかって感じ始めてるんですよ。その理由を今回は2つ説明していきます。正しいか正しくないかは別として、こういった考えもあるという視点で動画を見てもらえるといいかと思います。それでは早速やっていきましょう。学歴がいらない理由、まず1つ目、終身雇用がなくなってきているからです。昔は当然いい大学行って大企業に勤めるっていうのがいわゆる王道でしたよね。これは今30代の私もそうですが、固定概念として意識に刷り込まれています。まあその原因は日本の教育システムが原因なんですが、今回の動画ではそこには触れません。今って大企業もどんどんリストラをしていて、特に45歳以上が対象になってますよね。もう悲しいけど日本の終身雇用制度は崩壊してるんですよ。 AI の普及により人を雇って人件費払うより AI に働かせた方がコストも安く、わがままも言わない、休まず働くということで人を雇うというメリットはほとんどなくなってきています。加えて今後景気が悪くなれば会社の倒産リスクもありますし、そんな中で大企業に勤めたとしてもいつ解雇されるかわからない、そんな危険な状態です。ある意味会社に勤めて会社だけの収入で生活する、昔は安定の定番と考えられていたライフスタイルが今後一番のリスクになってきてるんですよ。このように学歴を持っていたとしても何の保証にもならない時代になっています。そこで必要なのはやはり副業です。私も今本業の収入と YouTube からの収入、この2つが現在の収入源になっています。収入源が2つあると本当に精神的に安定します。もし片方の収入がなくなっても大丈夫と考えられるので、経験してみるとわかりますが、やはり安心感があるんですよ。だからたまにハーゲンダッツとかちょっと高いけど買っちゃったりしています。このように終身雇用制度は終わり、私たちも考え方を変えていかなければいけません。会社に依存している状態は危険です。収入源は2つ、3つ、4つと増やしていった方がリスク分散に必ずなります。今は YouTube 以外にもたくさんの副業があります。あなたに合ったものを今から始めてみるのもいいかと思います。2つ目は学歴よりもフォロワー、信用力が重要視されるからです。 Twitter や Instagram、YouTube のフォロワーが多い人はそれだけで個人で稼ぐ力を持っています。私の知り合いでも Twitter でフォロワー1万人いる人はそれだけで普通のサラリーマンの月収よりも多く稼いでいます。さらにこれは私も YouTube をやっているから実感していますが、 SNS でフォロワーを増やすってほんと大変なんですよ。企画、ブランディング、ウェブマーケティング、実際の作業量などありとあらゆるスキルが必要になってきます。ある意味 SNS を運営して成功させることは、会社の中で新規事業を任されて成功させる、それぐらい難易度が高いスキルを持った人です。もし高学歴の人とフォロワー1万人の人が会社の採用面接に来たら、私だったら1万人の人を迷わず採用したいと思っています。フォロワーを増やせるっていうことはそれだけビジネススキルは高く即戦力になるんですよ。また場合によってはそのフォロワーが会社にとっての顧客になることも考えられるので、それも会社にとっては大きなメリットです。宣伝効果を持っていて、さらに SNS の運営のノウハウを持っている、そんな社員なんて喉から手が出るほど欲しいと思います。そしておそらくですが、この流れはどんどん加速していきます。これは余談ですが、今は中学生がフォロワーを増やして個人で月に1000万稼ぐような時代です。そのうち小学生が稼ぐような時代になると思います。例えば自分の子供がもし中学生になったら、 Twitter のフォロワー数をお小遣いにしようかなとか真面目に考えたりしてるんですよ。子供のうちからフォロワーを増やす方法を学ぶことで、個人で稼げる力を小さいうちから身につけることができるんですよ。そのうち学歴よりもフォロワー数、信用力を持ってる方が親としては子供の将来が安心できるのかなとか思っています。まあこれは極論ですし、顔出しとか危険なこともつきまとうので、そこは親として責任を持って管理しなきゃいけないのは当然です。話がそれました。
これまで学歴が不要な理由を2つ述べてきましたが、ちなみに勉強って皆さん必要だと思いますか？社会に出たら勉強なんて使わないじゃんっていう人いますよね。確かに学校の勉強で学んだことって社会に出てほとんど使わないんですよ。因数分解とか漢文なんて全く使うことありませんよね。でも勉強することの意義って実は2つあるんですよ。それは勉強の内容と継続力です。因数分解だとか漢文は勉強の内容の部分です。これは確かに社会に出て全く使えません。ただこの継続力というのは社会に出てものすごく重要です。リアルでもネットでもそうなんですが、学歴がある人の特徴としてやはり継続力があるんですよ。例えばブロガーや YouTuber として有名なマナブさんとかイカヤさんっているじゃないですか。どちらも高学歴で、さらにネットの世界でも大成功している人です。これがなんで成功しているかっていうと、やはり継続力が段違いなんですよ。ブログは何年も毎日書き続けて、 YouTube も毎日投稿を1年以上続けている、圧倒的な継続力を持ってるんですよね。私も経験しましたが、受験って確かに大変です。いい大学に行くために毎日何時間も好きでもない勉強する、しかもそれを数ヶ月数年やらなければいけませんよね。だからこそこの受験勉強を乗り越えた人は継続する力を身につけることができています。この継続する力は社会に出て一番必要な力です。これは勉強だけでなく、スポーツだとか趣味、いろんなことでも学べます。このように一つのことを継続する力、これを養っていくという意味で勉強には意味があります。これは学歴とは別に重要なことだと考えています。これまで2つのお話をしてきましたが、最後にこの動画のまとめです。学歴がいらない理由、1、終身雇用がなくなってきている。景気が悪くなり、リストラも加速する中、会社以外の収入を持つ必要がある。2、学歴よりもフォロワーが重要視される。フォロワーを増やすことは1つの新規事業を成功させることと同じくらい大変であり、価値がある。学歴よりもフォロワーを多く持っている人のがビジネススキルは高く、会社からも重要視されるというお話でした。これで今回の学歴に関するお話は以上です。別に私の意見が正しいというわけではありません。学歴は絶対重要だろって思っている人もいるかと思います。ただ時代の変化に合わせて何が重要なのか、自分で情報を集めて自分の頭で考えるようにしていきましょう。あなたも学歴に関していろんな意見を持っていると思うので、ぜひコメント欄で意見をもらえると嬉しいです。短い時間で学んでいただけたでしょうか。このサロンでは皆さんにとって成長できる学びや、明日から使える役立つ知識をお届けしています。もしこの動画が良かったなと思う人はチャンネル登録お願いします。またツイッターでは私の仕事に対する考えとかを発信していますので、気軽にフォローしてもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。